353、樹林院の名称百321、法流寺聖霊院の瞳322、法流寺聖霊院の瞳と,と名称辞瞳は、神殿作りなどに用いられた建具の一つ。古くは、と書いた。絵巻が描かれ出す12世紀以降では、神殿作りの外周には、格子状の瞳が描かれる。神殿作りなどの上級建築では通常は、 しとみとは同じものである。ただし、しとみは孔子よりも意味の幅が広い。日本で最も古い百科事章、和名類受章にはしとみの項があり、読みはしとみとし、副くださわりこうなりつまり、日光を遮り寒さや風雨を防ぐものとある。古代において天皇即位の儀式は大上偶制発で行われるがそれは、 古来の伝統に則っ,って臨時に建てられる建物であり、その様式が記された時代よりも相当昔の様式と理解されている。その大上宮聖殿の壁にも同じ石障寺や足や草を用いたしとみが使われている。しとみは手近な材料で作られた大いであった。やや上等のしとみになると布や板を張って用いるようになる。上岸儀式には 岩礁町が議場に、全1日装飾を大局殿、四季高行座門二式、自装飾小安戸の、も、布仕富11枚ため南坂江部へとあって、目隠しのために布仕富が用いられたことが知られる。その仕富が、建物の外周などに用いられ、東風建築とは異なる、開放的な室内を実現した、最初の記録は、人樹2年の、二章、節子入場である。 二章説が、宇治花原因に奉納した五件、日和田武器板敷東屋は、南、東、北の三方に日差しを吹かしていたが、それらの日差しの柱劇にはすべて、板たじとみが、剣切られていた。この、二章、説死入場が、柱間装置、あるいは、建具としての、板たじないし、し見についての最古の資料である。その、 イタジトミが講子上だったかどうかはわからないが、演技5年から編纂され始めた演技式木工領式には幅8尺、高級尺のイタジトミ、固いのイタジトミなど巨大なイタジトミについての記載がある。平安時代でも、源氏物語以前に成立していた、宇都ほ物語には、失素というより、異常な権役家である左大臣の粗末な神殿を、神殿は、 はしくうずれたる小崎かやや、変水しとみ一見あげて、よしずかけたり、小座書、旧のなるむしろしきたり、と表す。変水じとみとは竹や板を編んだものを垂らしたもので、石小寺と同類である。それを非常に粗末なしとみ、粗末な神殿の表現に用いている。以上のようにしとみは、格子上とは限らないが、平安時代後期からの絵巻には、上層住宅にはほとんどは、 甲子状の瞳みが描かれ、甲子状でないいたじみは、小川寺縁起の田舎の漁師の家とか、年中行事絵巻の刑の町屋など、格の下がる住居に描かれる。なお、年中行事絵巻の町屋ではない方投げ島での高さ、すべてではなく、窓のような部分に短いものをつけている。323、法隆寺聖霊院の釣り金物324、法隆寺党院伽藍 雷道の見通常、神殿作りで見と,というと、画像322のように3を格子状に組み、板を張ったものである。代理では伝統的にそれを格子、または格子と呼んでいる。上は10年に建てられた当時の環状院、雷道の図にも正面七間に内側に跳ね上げる格子が描かれ、書き込みにも格子とある。見は、機能、格子は、 形状からの呼び名であるが、瞳の最初は格子状ではなく、加工に手間のかかる格子状の瞳、さらに漆を塗った最高級品が代理周辺から始まったことから、代理では当時の瞳一般と区別して格子と呼び、そのまま定着したのかもしれない。平安代理の死神殿に最初から格子が使われていたのかどうかは、資料がないが、西宮記書院の クラビト式によると、ニン年間にはすでに使用されていたことがわかる。以下格子状のものも含めて、しとみと呼ぶ。日本建築地図集に、西、明寺のしみの図面がある。柱間は、芯で9.4尺である。そして内方投げ師と下投げ師の間は8.1尺。その高さを上下2枚のしみで覆う。この寸法は建物によって若干変わりはするが、 神殿造りでも平均的なサイズである。法隆寺聖霊院、西、明寺の実例でもわかる通り、上下2枚の瞳は上の方が大きい。その上下の瞳の上は内包投げしに打ち込まれた、蝶津街でぶら下げる。柱の室内側に、方立てが打たれて、室内側には開かないようになっている。日中はそれを外側に開いて、軒先の化粧屋根裏からぶら下げた。 釣りかなものに引っ掛ける。法隆寺東伽蘭、雷道の例では、柱に、砲立てと同じような畑が打たれ、それと砲立てとの間の溝に上から落とし込んでいる。全面を解放する時にはこれを上に引き上げて外し、他の場所へ運ぶ。室宇寺の本堂では掛け金で止めている。瞳はかなり重いので、女官一人では満足に開けられなかったことが、清少納言の枕の創にあり、 アズ鏡には朝晩にその開閉を担当する将軍ご所の講師版の任命が出てくる。9世紀中頃の上岸様式や10世紀の演技式にその記録がある。赤章寺をでなくと読むのは高橋康夫 1985P19 19による。ありがとうございます。